おはようございます。メリークリスマス。12月25日、自分は昨日の夜ね、神奈川から片品に戻ってきました。めちゃめちゃ雪降ってます。どれくらいだろうな、まあ今シーズンで一番降った日が昨日ですね、片品は。いやー、ようやく群馬県側もね、雪降って、お冬景色になりましたよ。新潟県側とかね、東北エリア、北海道はね、結構前から降っていて、まあ、渋滞とかがあったりとかニュースではねしてたんで、そういうところはね結構大変かもしれないですけど、スノーボーダーとしてはね、こういう雪をね待ち望んでいました。今日から奥名穂高オープンして、岩倉はもともとオープンしてて、で岩倉はコースがね今日から相当増えるっていうことと、今自分は丸沼高原スキー場に向かっているんですけど、丸沼高原スキー場は昨日ロープウェイがオープンっていう感じだったけど、強風だったためロープウェイはね運行できなかったっていうことで、今日はね風落ち着くと思うんだけどな、だからロープウェイ動くと思うんですよね。まあ、行ってみないとちょっと分かんないですね。まあ、風も強い予報とかは出てるから、もしかしたら今日もロープウェイは動かないっていう可能性は十分にはあるけれども、やっぱりまだまだね足腰なまってるんで、長距離ロングランをねたくさんしたいなって思ってて、丸沼高原に向かってます。まあ、今日日曜日だからお客さんも結構いると思うんでね、そこら辺も見ながらお客さんを買わせるようなルートラインとかを狙って滑っていこうと思ってます。マイナス3度、マイナス3度、俺はその22か、こっち帰ってきて、こう今年はねアルバイトとかはやってないけど、去年まではねずっとアルバイトをしながらスノーボードをするっていう感じでやってたんだけど、そのアルバイトっていうのが降雪、雪を降らせる仕事、その仕事をやってる時に、まあ気温とかそういうのをね、まあ、雪が降るっていうのはどういうことかとかっていうのをねいろいろと学べてて、さっきマイナス3度だったんだけど、マイナス3度くらいだったら結構雪が降る気温で、マイナス7とか8とか寒すぎるとね全然雪降んなくて、これはなんかもう感覚なんだけど、で雪を降らせるその水、プールに水が溜まってて、それをこうポンプで引き上げて、で風エアーと水をね一斉にこうパッて上に降らせると、その水の粒が固まってこう雪になって、それが落ちてっていうのでね雪を作っていく降雪の仕事があるんだけど、それもねマイナス3度以下にならないと雪にならないっていうので、マイナス2度とかマイナス2度とかマイナス1度とかあったら降雪の仕事は、まあ、待機っていう感じで雪を降らせることができません。
こうやって天然雪がねたくさん降ってるけれども、丸沼高原スキー場はあのシーズンがねすごい長くて、ゴールデンウィーク終わりくらいまでをね、ゴールデンウィーク終わりくらいまでスキー場が滑れるから、その春とかだよね、シーズンを長く持たせるためにはこうやってたくさん雪が降ったけれども、まだまだね降雪の雪っていうのはね降らせなければいけないんですよね。相当こう地面から雪の厚さ相当分厚くね保たせないといけない、まあ、丸沼高原スキー場の降雪の期間っていうのは2月いっぱいかな、2月いっぱいまでやります。岩倉スキー場に関しては尾瀬ホワイトワールド、ホワイトワールド尾瀬岩倉に関してはたくさんね積もって天然雪も降ったりとかして、もう分厚くなったら即終了っていう感じで、雪が少ないシーズンは2月下旬とかまでやる時もあったし、雪がたくさん降った時にはもう終わりっていうので12月の下旬に終わる時もあるし、結構不定期なんですよね。まあ、夜降雪の仕事をして昼間滑るっていう生活、結構ね、まあ当時はね全然できたけど、今はもうそういう生活はちょっとやりたくないかな、まあ、っていうのとね、あとはもう娘もいるしね、まあ、夜の仕事っていうか夜はねやっぱり家族と会いたいからね。すごい、皆さんジャパニーズポーターのボッカさんたちがねあんまりこうやって会えないんだけど、忘れてないでしょうか、健三、野坂健三はね11月15日に海外へと飛び立って海外でスノーボードやってますよ。インスタグラムのねストーリーをね見たんだけど、めっちゃいいじゃんって思って、それをね、健三に連絡したらね、ストーリーとかだったら、YouTube とかどんどん上げていいよなんて言うから、上げたいと思います。健三も元気で頑張ってます。だから、海外で滑っている健三の映像を、どうぞ。
まあ、海外って言ってたんだけど、そのやっぱり健三がどこ行くかとかっていうのはね、あんまり言ってこなかったんだけど、ここで言うとオーストリアに健三が行きました。で、オーストリアの山、まあ、スキー場は本当なんだろうな、もうビッグマウンテンがたくさんあって、で、クレパスとかもね普通に存在するから、何も知識が知らなくて、いきなりピークとか行ってイエーイみたいな感じで滑っちゃって、なんだろうな、本当に死んじゃうところだから、まあ健三もね、ルームメイトがいるらしいんだけど、そのルームメイトからもね、いろいろ慌てずやった方がいいよっていうことをね言われていてね、すごい身を引き締めてね、健三もスノーボードやってて、まあそういう環境にね、やっぱり自分をそういう環境に身を置くっていうことっていうのはね、すごいいいことだと思うからね、そういう経験ができるようなね場所にね、やっぱ自分もねまた行きたいなって思ってますね。自分はね、3年前には冬はカナダのレベルストークっていうところに行ってました。冬の期間だけワーキングホリデーを使って、まあ、ブリティッシュコロンビア、カナディアンロッキーっていうね山脈のエリアですね。バンクーバーから10時間以上かけてバスで向かって、あ、下のね駐車場入っていいよって言ったんだけど、ちょっと俺はねお気に入りの駐車場のところがあるから、自分はねそこにいつも車を止めます。丸沼高原スキー場は土日駐車場料金1000円取ります。でもCパス、年間パスポートシーズンパスポートをね持っていれば無料です。なので自分は無料です。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。ほとんどね同級生もねいるからね、誰だか分かっちゃうんですよね、まあ、っていうのもあってどうもっていう感じでありがたいですよね。まあこの駐車場をその人がやってるからその時だけ会えるっていう感じだけど、相変わらず滑ってんなみたいな感じで言われてる。まあ相変わらず滑ってますよ。ずっと変わらず滑り続けますよ。さあ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 、やってまいりました。ただ人がめちゃめちゃ多い。今日はゴンドラ、今試運転中かな、動いてんじゃん、よかったよかった。いや雪も結構降ってるね。まあゲレンデ滑ってからもしかしたらちょっと登るかもしれないですね今日は。そんな雪です。寒すぎや。まだね、ほら、ゴンドラ、あれこれか、これ渋滞です、行列です。まだね、動いてなくて9時半からかな、
ったから先にちょっとリフトで上まで行って、で、まあ、滑り終わったくらいでゴンドラが開くと思うから、その流れでちょっと行こうかなって思って。まあ結構寒いですね。雪も降り続いてて、今日一日多分ずっと降ってるんじゃないかな。いいね。いや、始まりましたわ。やっとこういう感じが、なんだろう、滑ってゴンドラで、ゴンドラ多分10分から15分かな、山頂まで行くのは。その間で YouTube の編集をしたりとかして、滑って編集、滑って編集で今日は一日やっていこうかなと思ってます。まあ、誰かと一緒になったりとかしてね、友達とかがいたら、まあワイワイするんだろうけど、まあタイミングで見てみます。すっごい雪。さすがにね、いろんなスキー場がオープンしたっていうこともあって、でコースが拡大したってこともあってね、人が散ってますね、いろいろ。これは日曜日でもいいところ行けんじゃないですか。めちゃめちゃ最高だわ、コース、コンディション。明日は平日の月曜日、まあでもあれか、もうみんな冬休みとかに入ってるのかな。
やばいです。超パウダーでした。最高すぎたわ。いや、やっぱいいね。ちょっと俺は、まあ、今、2時くらいかな。2時半とか。これで、丸根は終了して、これからちょっとまた別のスキー場に向かいます。行ってきまーす。早いねー。シャト強い。そうっすね。最高。やられた。